2024年5月6日8戦連続 KO 勝ちの快進撃で34年ぶりとなる東京ドーム工業で世界初挑戦した武井良樹が WBO 世界バンタム級王者ジェイソン・モロニーを判定で破りプロ9戦目での世界初ダッシュに成功 <laughs> 日本記録13連続防衛の 元 WBA 世界ライトフライ級王者具志堅陽光そして世界二階級制覇の井岡弘樹に並ぶ史上6位のプロ9戦目での世界王者奪取。1952年5月に日本人で初めて世界フライ級王座を奪取した白井義雄の偉業から72年日本ボクシング史の 新たな1ページ本当におめでとうございました日本ボクシングコミッションが認定する100人目の日本事務所属の世界王者 K1 <ウ>との史上初の2冠も達成<ウ> WBO 世界バンタム級新チャンピオン 武井義行。今後のさらなる活躍を期待しております。応援してます。<う>感動をありがとうございました。